第29回佐賀新聞金光山表彰式を開式いたします。黄金色された昭和48年1973年っていうのは、まあ、なんといっても中東戦争にこう引き寄るですね、オイルショックがあった年です。トイレットペーパーをこう買い占める映像というのが、まあ、まず思い浮かぶんですけども、まあ、日本中大騒ぎだった中、皆さんはもうそんな騒動なんか何のそので幸せな新婚生活を送って始められたんだろうなというふうに想像しております。皆様こんにちは。ご紹介に預かりました唐津市長の峰達郎でございます。本日は令和5年度の第29回佐賀新聞金光山表彰の式がこのように盛会に開催されますことをまずもって心からお喜びを申し上げる次第でございます。その当時、金婚式を迎えられる方々もそれほど多いものではなく、長寿の証みたいなものと思っておりました。表彰状、良太様、三沢様、ありがとうございます。表彰状、はい、行きます。